N700 系新幹線の車両形式では、新幹線電車の形式番号の不満法則について、記す。新幹線の車両形式は、JR の他の車両とは異なり、数字のみの形式番号製造番号という、形態である。なお、東日本旅客鉄道の車両については、E1 系以降は、形式数字の前に、JR 東日本の車両を示す符号として、 E を冠している。また、西日本旅客鉄道の車両の、内北陸新幹線用の車両のみ、JR 西日本の車両を示す符号として、W を冠しており、北海道新幹線用の車両の、内北海道旅客鉄道の車両のみ、JR 北海道の車両を示す符号として、H を冠している。このうち A が系列を、B が用途 C が車掌区分をそれぞれ表し、 X は製造番号を表す。このうち A には事業用車を表す QEQ、e、を用い、B は車種を C は車種内での分類を表し、X は製造番号を表す。JR 東日本は600系とする予定だった系列を E1 系という E を冠した新しい系列名とし、以後の申請系列も 同様に不満することでこの問題を一応回避している。一方東海道、山陽新幹線では 0K を除き100位の数字が奇数の系列名のみを使用しているが、現在は1.35.7をすべて使い切っている。このため 700K の次の新系列を N700K としたほどである。さらに2018年に先行試作者が登場した。 N700K の後継形式は N700SK になった。今後、JR 東海、西日本、九州各社では、以後の系列名をどのように付番するのかが新系列製造の際の大きな問題となる。ありがとうございます。